悪質商法。正当な販売行為を装って詐欺のような手法で行われる悪質な商い。社会の変化に伴って次から次へと新たな手口の悪質商法が出てきて、どんどん複雑になっています。巧妙というか、複雑すぎてわからないうちに、なんてことが多いのでしょうか。自分は騙されないと思っていても、相手は人を騙して商売をしているような人たち。騙すのはお手の物です。冷静な判断ができないよう誘導されて、なんてことも多いようです。そんな悪質商法に引っかかってほしくないので、今回はその手口や対処法などをお知らせしたいと思います。藤沢市で悪質商法などの消費者トラブルの相談窓口となっているのが藤沢市消費生活センター。こちらは消費者と事業者との知識・情報の格差や交渉力の格差を是正する場所。法的な強制力はないのですが、相談者と事業者の双方が納得して実行される結論を探し、解決に導く手助けをしています。藤沢市には1年間でどれぐらいの数の相談件数が寄せられているんでしょうか。はい、平成28年度のデータになりますが、年間で3123件、電話ですとか面談で相談を受け付けています。1年間で3000件以上というのはかなりの数ですよね。その中でも悪質商法に関する相談というのは具体的にどんなものがありますか。架空不当請求ですとか、点検商法、送りつけ商法、ワンクリック詐欺などがあります。どんどん複雑になる手口。それでも市民の皆さんに巻き込まれてほしくないので、よくある事例をいくつかご紹介しておきます。まずは架空不当請求。これは全く利用していないアダルトサイトや出会い系サイトなどの有料サイトの利用料金や借りていない借金の返済を求められるというものです。主にはがきや封書、E メールなどで最終通告書、債権譲渡通知書などが届き、慌てて支払いをしてしまうというもの。架空請求の業者が何らかの名簿を入手して、その名簿を見て通知を送りつけていると考えられます。請求が来ないようにするって方法は今のところないんですね。何もしていない方でも突然請求が来たというのが架空請求の怖いところだなと思います。身に覚えのない不当請求が来た場合というのはどう対処したらいいんでしょうか。送ってきた業者に反応しない、連絡しないというのが一番大切だと思います。基本的にはその段階では電話番号なんかを使ってショートメールのような形で請求をしてくる業者も多いんですけれども、電話番号が漏れているからといって個人情報それ以上のものが漏れているわけではありませんし、無視して放置しておくだけで大丈夫です。ご心配な方がもしあれば市役所の方に問い合わせていただいても、私どもで相談を受けたまわります。架空請求、不当請求への対処方法は、一切支払わず無視すること。相手も知っているのは携帯電話の番号だけで、こちらの名前すら知らないということだってあるのです。それなのにこちらから連絡を取ってしまうと、脅されたり嫌がらせがエスカレートする場合があります。身に覚えのない請求はとにかく無視をしてください。続いてご紹介するのは点検商法。屋根、外壁、床下、水道、布団、消火器、排水管など無料で点検をしますと訪問してきて、点検した後、このまま放っておくと危険ですなどと不安を煽り、工事契約や商品サービスなどの購入を迫るというもの。内容が専門的なものが多く、自分にとって本当に必要な契約かどうか、その場ではわからないことがほとんどです。
点検商法についてはどのように対処したらよろしいんでしょうか。はい、まず一番大切なのは来た業者とその日のうちに契約をしないというのが大切だと思います。他よりもお値段が高かったりすることもありますし、仕事がいい加減であっても遠くから来た業者さんですと手直しをしてもらえないといった、そういったご相談が目立ちます。ご家族に相談してから契約するようにしていただきたいなと思います。訪問販売には強引な勧誘や夜間の訪問、長時間にわたる勧誘など問題のある業者も大勢います。突然見ず知らずの業者が訪問したときは点検商法の可能性もありますのでご注意ください。そして次にご紹介するのが送り付け商法。これは商品の購入の申し込みをしていないのに一方的に商品を送りつけ、送りつけられた人がその商品を購入しない旨の通知や返品をしないと購入の意思があると決めつけ代金の支払いを迫るというもの。送りつけ商法に対してはどう対処したらよろしいでしょうか。はい、届いた時にですね、一番注意していただきたいのは代金をその場で宅配業者さんにお支払いする形で受け取る代金引換便に関してです。お金を払わないでまずは受け取り拒否をしていただきたいなと思います。悪質商法でお金を払ってしまうと後から取り返すのは至難の業。覚えのない商品は受け取らない、料金も支払わないが原則です。開けてみたら請求書が入っている、そういうお荷物に関してはどう対処したらいいんでしょうか。はい、受け取ってしまっているのでもうそこから返品ということに関してはなかなか業者の方も無視したりとか難しいケースもありますので、届いて契約書が入っていたらその書類を見てから8日以内ですとクーリングオフができるケースもありますので急いでご相談いただきたいなと思います。そして最後、ワンクリック詐欺。芸能ニュースなどのネット検索中、突然年齢確認の画面になり、それをクリックするとアダルトサイトの登録となってしまい、高額な料金請求の画面が貼り付いて消えないというもの。ワンクリック詐欺、これに対処するにはどうしたらいいんでしょう。はい、突然請求の画面が出てきますから大変慌てると思いますが、まずはその請求画面に書いてあるその取り消しをしたい方ですとか間違って登録した方へなどの電話番号書いてありますけれども、そちらに電話をしないというのが一つ大切なことです。通信販売に該当するんですけれども、最終確認画面というご自身で料金を承諾してクリックしたわけではありませんから、契約が成立していませんのでお金を支払う必要もありません。請求画面が消えないことへの対処としては、その画面が出る前の状態に端末を戻すシステムの復元という作業を行うことになります。わからない場合は情報処理推進機構のホームページを閲覧したり電話で問い合わせてみるといいかもしれません。また市の相談窓口、藤沢市消費生活センターは湘南 ND ビル6階、月曜日から金曜日午前9時から12時と午後1時から4時まで開設しています。相談窓口も、開いておりますけれども、市民の皆様の要望に応じて出前講座というのも、開催しております。出前講座というのは、消費の相談員が地域の老人クラブなどに出向いて消費者被害に遭わないポイントを分かりやすくお話しするというものです。被害に遭う前に防止策を教えてくれるということなんですね。はい、個別相談、出前講座ともに詳しくは市役所消費生活センターまでお問い合わせください。